ネット上で課金をするサービスって言えば FF14 めちゃくちゃでかい売り上げ立ってるのに、うん、なんかしなきゃ日本のメディアってそれ完全無視してるじゃないですか、うんうん、だから14インストールして月お金払ってます何してんの麻雀みたいな、えそれヤフー麻雀と一緒じゃんみたいなことだけど課金して麻雀やってるわけじゃないですか、うんうん、だからなんかその要は他のすげえ儲かってるウェブサービスがありながら全然見えてないよねっていうのってうまくいってる側からするとお前ら何見てんのってなんかディスりたくならないですか。悔しい思いはめっちゃある、うん、まだこれでもダメかみたいな。だって日本から世界に発信しているサービスで月額課金でそのねあの3桁超えるような課金会員者数を取ってるサービスが他にありますかって言いたいんですよ、うんうんうん、言いたいんだけどまあアンテナに引っかかってないってことはまだまだそれまでなんだなみたいなあーっていう感じで頑張ってますだから